まあ、何をしたらいいのかっていうのもよく分からなくなったし、その教えてくれる指導者というかコーチと喧嘩したこともありましたし、まあ、もちろんこのまま終わってしまうのかなっていう不安も自分の中であったし、信じていた大人になればいつの間にか傷つくこともなくなってゆくと、だけど気づけば誰もが皆笑顔の裏に隠していた思いを抱え生きていること。そしてユース世代の代表に選ばれた時にその大観衆の中でプレーをして、これを職業にできることっていうのは本当に幸せなことだなと。もしもこの未来が見えない時だって隣で笑っていてくれるなら、ただ一人の時も心強くなるよ。明日の自分が思うように体も動かなかったりとか、コンディションが上がってこなくて、全くこう試合にも出れませんでしたし、メンバーにも入ることができなくなり、まあ、今までそういうサッカー続けてきた中でそういう経験ってなかったので、まあ、今続けているというか、今やっていることをやり続けることが大切だっていうふうに言われた時に、すごくシンプルに物事を考えれるようになったかなと。いろいろ相談しましたし、本当に助けてもらったなと思ってますね。まあ、それは今でもそうですけれども、何でも話せる相手ですし、まあ、一番こう自分のことをよく分かってくれてる相手だと思ってますし、良き理解者であるとは思ってます。